まずこの曲を演奏するにあたっての注意点を説明します。この曲はこのような弾んだストロークで演奏します。ダウンストロークで弾いて、カラピックで戻ってきて、ダウンストロークで弾いて、アップストロークで弾きます。動きはダウンとアップの繰り返しですが、弦に当てずにストロークしているところがあるので注意してください。またB マイナーという制覇を使ったコードが出てきます。制覇で押さえるのが難しければ、1の指は第1弦だけを押さえて、第5弦第6弦は鳴らさずに4弦から1弦までを鳴らす方法を試してみてください。では通して演奏します。